なんで浴衣じゃないの。やり直し。何がやり直しだ。さっきまで私部活だったんだから浴衣とか着てる時間なかったんよ。え、じゃあ秋の私服。うん、そうだけど。え、何。これはこれでありなんじゃ。いやでもお祭りでこの KY っぷりはチャイナですよ。何の神器。そういえば二人は着付けとかどうしたん。私はお姉ちゃんに手伝ってもらった。犬神は。私一人で着られるし。お前にそんな女子力が。ああ、お姉ちゃんも覚えろって言ってた。脱いだ後着られないと困るでしょ。その発言ちょっとおかしくね。お、ネズさん。犬神さんたちじゃないですか。ネズさん。牛若先輩も。あら、こんばんは。おん、ネズさんが子供っぽいのか、牛若先輩が人妻っぽいのか。どういう意味です。あら、そのかき氷ブルーハワイ。そうですよ、お祭りのたびに買っちゃうんですけど、下青くなるんですよね、これ。ああ、そうね。じゃあ取ってあげようか。いや、大丈夫です。あら、そう。何これ。それにしてもうちの学校の近くだから知り合いいっぱいいるな。先生も見回ってるしね。鳥海さんとか来てないかな。ああ、どうだろう。あの子のことだからまんまと夏バテで倒れてそう。そうかも。ごめんね、さっちゃん。いいわよ、そのつもりで来てるから。ふりゃ。ヨーヨー釣ってきたった。子供か。やめどき、わかんなくなっちゃった。お好きですか。好きっていうか、子供の頃から見るたび思うんだよね。どんな味するんだろうって。でもそもそも食べられる身なさそうね。あ、そっか。そっかじゃないのです。混んできましたね。もうすぐ花火ね。もっと見やすいとこありますかね。ああ、それなら向こうに穴場があるわよ。でも人気がないから危険な目に遭っちゃうかも。むしろ先輩が私たちをどうしたいんですか。へえ。なんなのこいつら。